ニュースです。オープン戦に感じない藤浪大谷の投げ合いに現地興奮。大リーグアスレチックスの藤浪晋太郎投手とエンゼルス大谷翔平投手が2023年3月1日メサホホカムスタジアムで行われたオープン戦で投げ合いを行った。大リーグ初登板となる藤浪は2回に無四満塁のピンチを招くが、冷静さを欠かず対処し、2回1安打無失点3四球3奪三振の活躍ぶりだった。本試合は日本から通常よりも多くのメディアが殺到し、宿泊施設も用意された。